こんばんは。はい、こんばんは。今日は、12月17日だった気がします。こんばんはの日曜日です。こんばんは。こんばんは。日曜日です。わーい。こんばんは。やっほー。メリークリスマス。今日サンタさんに会いました。こんばんは。そう。本当にサンタさんがいたんです。なんか、街にいたら、メリークリスマスってサンタさんが急に出てきて、そうで、そのままどっか、なんか英語喋ってどっか行っちゃいました。一瞬でどっか行っちゃった。こんばんは。あ、そうです、昨日サンタさんになった。そうなの、メグさんのファンミーティングそうです。そう、こんばんは。今年もあと2週間。え、早すぎる。なんてことだ。どうする、最終回は録画しました。そう、でも一応その被らないように配信しようかなって思ってこの時間にした、ショールーム。そうだから、今日8時までやろうかなって思ってます。こんばんはちゃん。黒の服着てるの珍しい。確かに、これはユイリーの生誕 T シャツ。こんばんは。これから夜勤頑張ってください。昨日は楽しかったです。あ、メグレンジャーの方ありがとう。ご邪魔しました。いや、めっちゃ緊張しました。昨日メグさんのファンクラブイベントにゲストで呼んでいただいて、しかもその事前に告知されなくて、そう、なんか実はゲストが来ていますみたいな感じで出てきたんですけど、めっちゃ緊張しました。あの、だってさ、同期とかじゃないから、同期だったらまだおーって受け入れられるけど、その私はメグさんのこと大好きだけど、メグさんのファンの方にどれぐらい浸透してるのかなっていう不安があって、そうだからめっちゃドキドキしたんですけど、めちゃみんな本当に優しくて、メグさんのファンの方、そうで、私だったらなんか推しのイベントで推し以外の人、そう、なんか知らない人が出てきたらって思っちゃうから、ちょっとどうしようって思ってたけど、でもすっごい優しくて、本当に、そう、MC したんです。続いてのコーナーはこちらとか言ってそしたらね、昨日行ったメイクさん、担当してくださったメイクさんがそのイベント見てて、はーちゃん MC 上手だねって言ってくれたんです。嬉しい、そんなこと初めて言われた。そう、進行上手って言ってもらえたの、嬉しすぎたこんばんはね、緊張したけど、でも本当に心から優しかった、みんな。こんばんは、よかったです。って進行、そう、初めてやったないです、あんまりこうやって持ってさ、台本、そう、そういう、確かにイベントの MC とかしたことないかもしれない、初めてやったのかな。嬉しかった、やったね、すごいいいイベントでした。なのでいつか私もそういう皆さんとファンの方だけの、私と皆さんだけのイベントできたらいいなって、こんな楽しいイベントできたらいいなって思いましたね。
こんばんは。ね、ありがとうございます。こんばんは。今日はですね、今受付してるシングルのお話し会と握手会について話そうと思ってなんかどうしようかなって思って、そう、やっぱりたくさんの人に来てもらうにはどうしたらいいかなっていうのを、みんなの知恵を、ドボンイベントの時みたいにみんなで話したらいいんじゃないかって思って、そういうのあんまりしてこなかったんですけど、今日は話してみようって思って来ました。ちょうど一時受付が明日のお昼までってことでね、ちょっと動き出すの遅いんじゃって感じなんですけどでも一時受付終了の前に動き出してるのは私にしては早い。そう、遊びに来たよ、ありがとうございます。なんか最近そのなんだろう、なんかできる僕とか私とかにできることは何ですかみたいな、できることありますかってなんか聞いていただくことが多くて、そう、優しいからみんなね。でなんかやっぱり指示してくれないと動けないよっていう言われることがね多いんですよ。そうで、あ、そうかって思って、で皆さんにこうしてくださいっていうの結構苦手っていうか、あんまりそう言わないんですけどなんかちょっとでもなんだろう、負担にはさせたくないけど、どうしたらいい、なんかそのためになりたい、私のためになりたいみたいな思ってくださる気持ちにも応えたいなって思って、そう、うまく言えてるかな。だからもしよかったら一緒に考えてくれたら嬉しいなって思って、でも何を話すか決めてないんですけど、こんばんは。そうなんです。そう、なんかさ、選抜発表の日、周年公演の日にしたツイートがなんか思ったより衝撃的だったみたいで、皆さんに、そう、衝撃的になんかなっちゃったみたいでそう、でなんかそのなんだっけ、待って、何話そうとしたか分かんなくなっちゃった。その時から、あ、そう、そのはーちゃんのためになんかできることないかなってすごい言われて、でなんだろうって思って、いや、皆さんがいてくれるだけでもう素晴らしいですけど、そう、全部皆さんがやってくれること全部嬉しい。公演来てくれるのもそうだし、オンデマンド見てくれたり、 SNS でコメントしてくれたり、そう、全部なんかいいねしてくれたりとか全部嬉しいんですけど、そうで、しかもその握手会とかさ、お話し会に来てくれる方の数がそういう形に直接つながるかどうかもわからないから何とも言えないけど、でも皆さんがそうやってやってくれるから、そう、しかもみんなと一緒にいっぱい話せたら嬉しいのは嬉しいしめっちゃゴニョ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 やってるんですけど、どうしよう、そのさ、何したらいいの私服裏テーマ決めた方がいいのかな。でもこの日に何するみたいな、でも今決めてるのは3月2日、ちょっとこれ汚いから見せれ、ここ反対になっちゃう。そう、これ私が書いたやつ、かわいいでしょ、
そう、これをじゃあ見ながら、今は3月2日と3月2日、握手会だったら3月2日の第7部がおすすめですってそう言ってて、そう、なんでかっていうと、まあ一番すぐ会えるし、で握手会だとこの土曜日、日曜日より土曜日の方がみんなが来やすいんだろうなって感じてるんですよ。なんか今までやってる感じで、そう、なんかね、遠くから来てくださる方とか多分帰らなきゃいけないから遅い時間だと、だから第7部の方が来やすいのかなって思うし、あと誕生日の2日後なの、あ、3日後か今年は、そうだから3月2日の、そう、第7部が今一番おすすめしてるところですね。あとはオンラインだったら3月20、あ、オンラインは日曜日の方がめちゃくちゃ人気です。全然土曜日と日曜日だと全然違うなって思う。日曜日ので、そう、今回全部早い時間なの、オンライン。前もそうだったっけ、オンラインは。そうだっけ、わかんないけど、でも全部早い時間なので、で、第1部は本当にみんな、大変そう。眠そう。だから、ねえ、あ、オンライン、朝早いのしかなかったか、今まで。そうなんです。なので、今オンラインのおすすめは3月24、そう、こっちはややこしいんですけど、24の第3部がおすすめしてます。そうですっていう感じ、今の作戦は作戦って言っていいのかわかんないけど、そうです。で、その2つの日は、あれ、生誕 T シャツ、私が今デザインしてて、デザインした今予約受付中の生誕 T シャツを着ようと思ってるよー。こんばんはね、オンライン早いよね。そうなの。だからこの間握手会でも、その私全部ほとんど1、2部で、1個だけ7、8部の時があって、全然違いました。やっぱり最後の方だと会場にいる人の数が違くて、こんなにぎわってるんだって思いました。だからちょっと今回遅いのが多いのがいいのか、いいんじゃないかって思ってる私は。まあまあ、なのでもしどこに行こうかなって、どこでも都合つきそうだけどどこに行こうか迷ってるって方は、3月2日の第7部と3月24の第3部に申し込んでくれたら嬉しいです。そうでいいかな、もっとこっちの部の方がいいんじゃないみたいな、まあでも個人的事情いろいろあると思うから、どの部でも会えたらめっちゃ嬉しいんですけど、そう、こんばんは。ちなみに生誕 T シャツの申し込み予約も明日までです。そう、話し会握手会はまだ申し込みがもしかしたらある、再販があるかもしれないけど、生誕 T シャツはいつもない
気がするから、もう絶対忘れないでください。ぜひ来てほしい。これはこんばんは。うーん、こんばんは。あ、嬉しい。そう、生誕 T シャツ珍しく黒なので着やすいんじゃないかなと思うけど、どうだろう。黒はなんかシュッて見えるしね。まあまあ、テロップ出しとこ。はい、なるほど。つか、じゃあそんな感じです。おすすめの日は、こんばんは。セーター T シャツ着てると嬉しいです。めっちゃ嬉しい。あーってなる。でも普段は着づらいかな、後ろがなんか AKB みたいになってるから。普段も着やすいようにデザインしたんですけど、一応。あとはあとは私服テーマとか決めようかな。ね、そう、あと、あ、まあそれもこれ終わったら相談しよう。そう、テーマはね、待ってね、こことこ、生誕 T シャツの日はまあ抜くとして、そしたら 10個か。あとなんかあるかな。3月、そうですね、10個ね。なるほど。何がいいかな。なんかこの間はこの間十二支にしたじゃないですか。十二支にする前はフルーツっていう案もあったの。そう、最初フルーツにしようとしてて、フルーツなんか今日はイチゴとか今日は桃とか、そうしようとしてたけど、十二支にしたんですよ。ね、なんか思いつ、なんだろう。でもさ、裏テーマがないってなっても意外と難しい。逆にもう裏テーマなくなったら難しいかも。でもなんか、どうしたらいいんだろう。ディズニーキャラクター？確かにプリンセスとか。こんばんは。そうだね。なしでも、いいけどね。普段着ないような服。なるほど。こんばんは。どっちがいいんだろう。素すぎる、普段すぎる。ちょっと普段をめっちゃ晒しすぎてるの今。って。なるほどね。そう。
難しいです。やばい。もうこのモードの時絶対決められないやつだ。優柔不断はーちゃん入りました。パッて思いつく時思いつくんですけど、ああ星座確かにいいですね。ただなんか私服裏テーマでを見たいから来ましたみたいな人はいないんですよ多分。そう、自己満っていうか、あと SNS 楽しみにしてくださる皆さんはいるけどね、その今日はあ、なんだろう、それを楽しみに来てくれる方はいるんですけど、それをやったからといっていっぱい人が来てくれるかって言ったらそうじゃないんですよ。そう、でも私も楽しいし皆さんもめっちゃ楽しんでくれたからそれはそれとしてめっちゃいいけどね。そう、なるほど。そうですね。そう、だから今迷ってるのはそのテーマを決めることで自分この後の自分を苦しめるのか、それともテーマを決めることで楽しめるのか、どっちなんだろうって思って考えてる。そう、いっか、じゃあそれはもう後回しでいっか、関係ないから。それは決まったら言う。だってさ、そうだよね。確かにお話し会、そう、服見えないもんね。そうなんだ。逆にもう裏テーマ、もう本当に裏テーマにして自分の中、もう皆さんに言わない言わない裏テーマで、後から実はこうでしたみたいな。え、裏テーマが好きな日から多めに買ってる人、本当に初めて見た。ありがとう。そうだね、じゃあテーマはもうとりあえず置いとこう。なんかこれだっていうのがあったらやろうかなね。裏テーマ当てごっこ。そう、裏テーマ当ててもらうっていうのはいいアイデア。え、嘘、いいアイデア本当に。そうだね、確かにこの日にあだ名をつけますっていう日を作る。なるほど、それはいいかも。さっきもなんか話す内容を決めてみるみたいな。確かにそれいいですね。自分だけお話のテーマを決める。なるほど。クイズ出す。クイズを出します。なるほど、やってみる、そういう日を。難しい。あー難しい、頭パンクしそう。
この日は何々着ます。そうですね、前なんかやってましたよね、スーツ着ますとか。どうしよう、ちょっと待って。それいいね、適当占いいいかも、それならできそう。はい、じゃあその日はでもおすすめの日にしない方がいいのかな、それを3月2日とかにした方がいいのかな。NG ワード作って、なるほど。わかった。そうですね。そうだよね。ちょっと待って。オンラインと握手会どう違いんだろう。じゃあ3日にすればいいんだ。3日になんかやろう、じゃあ。3日に。それか、そうだな。ね、卒業、そう、私もそれを思ってて、卒業するんですよ、大学生を。そうで、なんか卒業証書とか卒業証書とかさ、置いとこうかなって思ったけどさ、4月の握手会、4月27とかだったらさ遅いかな。でもそのオンラインだとね、それいいかも。4月27に卒業証書ここに置いときます。卒業証書ってどんなのなんだろう、立つのかな。卒業証書見たい人いるか分かんないけど、そうで卒業式みたいな格好できるか分かんないけどするとか。そうしようかな。本当は3月、ここオンラインの方が、ここはまだ卒業証書もらえてなくて、多分そう、卒業式の前なので、そこだからここが一番ほやほやなんですけど、でもオンラインってさ見えない、顔しか見えないから、ちょっと遅いけどさ、こっちでいいかな。ね、まあいいんじゃないそう、気づかれた。そう、トークの L だけさ小文字になっちゃった、気づかれたまあじゃあここオンラインはいいか。でも言ってくれれば、でもオンラインで見せてもあれかな、こうやって卒業しましたっていう写真はきっと SNS に載せるから、直接見れるよっていう見たい人いるか分かんないけどね。じゃあそうしよう。わ、めっちゃいい案だ。じゃあ4月のどっちにしようかな。やっぱ
28? (笑)28かな。27と28どっちがいいと思いますか。私調べだと朝早い時は日曜日の方がみんな来やすそうだなって思うけど、28でいい？両方？両方にしとく？確かに両方もありだな。でももし袴っててもレンタルとかし袴は難しいかもしれないけど、袴風とかね、なんか考えます。それはそっか、両方にしとくいいのかな。逆にどっちも来てくれる方が同じでいいな。同じの方が、じゃあ両方にしておこう、とりあえずね。おー、決まった。嬉しい、ありがとう。みんな卒業、袴はてな少々。あー嬉しい、楽しい、ありがとう。じゃあ4月27日と28日は失業証書を握手会のレーンに置いて、もしかしたら袴を着れるようにちょっと頑張ってみますね。おー嬉しい。やったー。卒業おめでとうっていうのも複雑なんだが、確かに。ちゃんとだから大学ってつけてください。大学卒業おめでとうって。そう、握手会の作戦会議です。お、いいんじゃない。じゃあその、そうだな、さっきのなんか適当占いやりますってやつをやりたいなって思ってね。それはオンラインの方がいいのかな。でもオンラインってどうなんだろう。あんまりオンラインの方がいいかな。サイン会とかあるから。あとオンラインってさ、なんか時間がキュッてしてるから。どっちにしようかな。3月、待って、3月2とここと、ここは生誕 T シャツだ。確かに卒業できるように頑張る。これで卒業、いや卒業する、絶対に卒業する、絶対卒業するぞ。適当占いは特定の部にした方がいい。なるほど、そうか、そうですよ、卒業できるの、できる、できるよ、頑張る。卒業します、卒業しますってこんな連呼してたらめっちゃなんか勘違いされそう。卒業します、今年中に卒業します。はい、大学を。そう、じゃあ適当占いいつにしようかな。
でもやっぱり握手会の方が楽しいのかな。オンラインにしてみる？3月のオンラインにしてみる？なんかさ、4月とか5月とかみんなまだわかんないのかなって思うんですよね。オンラインの、この最初の人か。3月23の第3部とか。ね、なんかさ、5月とかにしてもいいんですけど、なんだろう、ここに来てくださいっていうにはちょっと先すぎて、みんなちょっと分かんないよってなるのかなと思いまして。あ、分かった。で、3月とかにやって好評だったらまた5月とかにもやったらいいんじゃないね。それだ。年度変わらないと予定がまだわからない。そうですよね。ねえ。そう。確かに。とりあえず直近を考えて。前日の夜ご飯クイズの絵を入り口に貼っておく。わ、めちゃくちゃ面白い。めっちゃ面白いね、それ。いいかも。ね、じゃあさ、3月23日の第3部かな、やっぱり来やすそうだから。ね。3部かな。そう、やっぱり第3部が一番多く来てくださるかなって感じ。いつも第3部に適当占いしちゃうよ。ちょっと字が適当すぎて見せられない。こんばんは。おー、いいね、良くなってきたよ。そう、もう5月とか4月とか、もう特に5月とかもう誰もわかんないもんね。そう、5月をとりあえず5月確保してる。わ、そういう方もいるのか。ありがとう、嬉しい。逆にね、逆に先約として入れてくれるのかな。ありがとう、嬉しいです。こんばんは。了解。そうです。適当占い、適当占いはどうやってやろう。その人のでも顔、お顔とか見てやります。あなたは適当に、いや、誕生日とかじゃなくて個々で、そう、そうですね。夜ご飯クイズめっちゃ面白い。やろうかな。それでもなんか事前にいつって決めなくてもいいかもね。例えばおしましがある日とかにやったら面白いかもしれないです。ちょっといただきました、その案。ありがとう。夜ご飯
こんばんは。そうですね、とりあえずそんな感じでいっか。だいぶ決まったんじゃない？どう？夜ご飯クイズも決めてほしいですか？いいよね、それは。あ、今日あるんだってそう、200枚とか買っても平気なの？いや、もちろんっていうか、無理ない範囲で話しかけます、いっぱい。いいと思う。その日のお弁当もいいんです、いいのでは。確かに、ぜひ一発で当ててみてください。そうですね、こんな感じにします。決定！パチ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 。おお、やっぱみんなすごい。みんなの頭と言葉とすごいです。ありがとうございます。いっぱいアイディアくれて。もう一人じゃできなかった。こんばんは。確かに夜ご飯クイズっていうか、ケータリングクイズでもいいですそうだ、天才だ、みんな天才、ありがとう。じゃあこれをちゃんと綺麗にまとめて早く出します。はい、待って、あ、まだ大丈夫だ。復習がてらお願いします。はい、わかりました。じゃあまず3月2日は生誕 T シャツを着ます。今発売中です。明日までです。で、特に第7部がおすすめです。なので、もし迷ってる方がいたら3月2日の第7部お待ちしてます。はい。で、3日はまあ普通にまだ何もないんですけど、でも誕生日の余韻でおめでとうって、まあ来てくださったら嬉しいです。で、4月27と28日は大学卒業したてということで、大学の卒業証書を握手会の机にポンって置いて、格好も卒業っぽい格好したいなって思います。できたら袴、できなかったらまた言います、なんかです。で、オンラインは3月23日土曜日の第3部、最初の日の第3部に適当占いをします。言ってくれたら、適当占いって言ってください。はい、そしたら言います。それで、その次の日の3月24日日曜日は生誕 T シャツを着ます。で、特にこの日も第3部をおすすめしておりますので、よかったら、日にち迷ってるっていう方がいたらおすすめです。その部がでございます。はい、そうです、そうですね、3月27日はだからの第3部、来てくださる方はもう適当な格好で適当に来てくれたら嬉しいなって思います。こんばんは。私も適当に参加しますです。ここは決めてないけど
かな。3月、あ、じゃあ4月成り立て。まあとりあえずね、全部決めすぎてもあれなので、とりあえずこんな感じで今言ったところがおすすめって感じです。あとはまたなんか思いついたりしたら決めたり、あと好評だったやつもう一回やったりとか。はい。おー嬉しい、楽しかった。ちょっと途中パンクしそう、頭がパンパンになったんですけど、無事にみんなの優しさで決まりました。やったー。ちょっとでも受付が、一時受付が明日のお昼とかまでなので、急いで宣伝しようのとしようと思います。楽しみ、ありがとう。あ、そうですね、もうここはいろいろドボンライブとかの感想も聞きたいですね、ありがとうございます。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。よかった。はい、本当にそう、なんか、皆さんと楽しい時間を過ごしたいなって思います。本当にありがとう皆さん。誰も当たってないなんてこと。悲しい。そっか。楽しみだね、楽しみになりました。私もぜひお待ちしてます。変わったかな。あ、まだ変わってない。ここそうなんだ、倍率が高いのか。なんてこった。みんな全員に来てほしい。ありがとうございます。言いたいこと言ったかな。そう、でもそのさっきも言ったんですけど、その周年公演の時のツイートで結構心配させちゃったんですけど、まだここから頑張りたいなって思ってるので、そうです。言葉って難しいんですけど、でも皆さんと一緒に前に進みたいなって思います。ありがとういつも。ということでちょっと普通に話そう、あと7分ぐらい。世間話でもしよう。そうです、ありがとうございます。そうですね、なんかあとあやみんと大阪旅行行った話を聞きたいって言われるんですけど、私も話したい。でもあと7分じゃ絶対話しきれないんですけど、本当に楽しくて、大阪大好きだった。大阪大好きになって、どうしよう、どこから話そうかな。まず USJ に初めて行ったんですよ、人生で。そうでね、あのインスタグラムにいっぱい写真載せる、これから。
いっぱいいい写真超いっぱいある。そう7分じゃ短いけど、できるとこまで。じゃあ写真見ながら語ろうと。厳密に言うとあと5分くらい。そう、 USJ 行ったんですけどね、初めて行ったんですよ。でスヌーピーのあのカチューシャ買って、この話したかわかんないけど、スヌーピーのカチューシャ買ったんですけど、なんかね、この写真も後で載せるけど、スヌーピーって耳黒じゃないですか。そうだけど茶色かったの。だからスヌーピーの仲間なのかなって思って、これはレジするときに、これはなんていうキャラクターのカチューシャなんですかって聞いたら、あ、これはあのスヌーピーっていうキャラクターのカチューシャになりますって言われて、あ、そうなんですねって言って、そのスヌーピー知らない人みたいになっちゃってちょっと恥ずかしかった。そうで、スヌーピーとね、写真、スヌーピーとも写真撮ったので今度載せます。そう、スヌーピー、なんか茶色い、スヌーピーの茶色いバージョンとかあるんだって思ってね。で、あやみんがね、キティちゃんのカチューシャっていうか被り物だったんですけど、でカチューシャに合わせてキティマンって、キティちゃんのまんじゅうみたいのがあって、それをあやみんが買ってなんか写真撮ってたから、あ、私もキティちゃんのまんじゅう買おうって思って写真撮ったんですけど、後から考えたら、あのスヌーピーマンもあったんですよ。だからスヌーピーマン買えばよかったって後から気づきました。なんかスヌーピーかぶってるのにキティちゃんで撮っちゃった。でも可愛かったから OK。 そう、それでその後はハリーポッターのコーナーに行って、まさかあのもう USJ って言ったらハリーポッターのイメージがあって、結構 CM とかさテレビでも紹介されてるから、あの、あで人気だから行けないかもしれないって思ってたけど、なんか今なら行けますみたいな。そのエリア自体に入れないんですよ USJ って、そのなんか人気だと。だけど入れて、そうで、ちゃんとあの乗り物もなんか Go ラビーみたいな、あのわかりますか、なんて言ってるかわかんないけどさ、あの USJ の CM でさ、なんかうわーってなって Go ラビーみたいに言ってるところあるじゃないですか。そういう、それのあのハリーポッターのアトラクション乗れて、そうめっちゃ嬉しかった。ああの憧れのやつだって思って、結構ね並んだんですけど、でも嬉しかった。そう、その間もうあの、そうそう並んでて、そう、あ、バタービールも飲んでみたかったけど、めっちゃ並んでたからやめちゃった。そこまでって感じだったね。美味しいんですよね、なんかね。でもハリーポッター見たことないからさ、見ようって今度見ようって思いました。はい、やばい、あと3分だ大河ドラマ配慮。それで、あのね、ハリーポッター行ってすごかったの。ハリーポッターすごーってなって。で、とにかく私は、あ、で、USJ のいいところは食べ物がそんなに並んでない。並んでるんですけど、ディズニーに比べたら、並んでない。ディズニーってさ、食べ物一個買うのにも、本当になんかもう、何十分待ちみたいな。でも、まあ、ちょっと並んでる。あ、行った日も良かったのか分かんないけど、そんなにそこまで並んでない。で、並ばずに買える、そのキャラクターとかじゃなければ並ばずに買える食べ物が、それが良くて、食べ物絶対いっぱい食べようって思ってたんで、サンドイッチみたいなとか、そう全然関係なんていうの、キャラクターじゃない食べ物もいっぱい食べて、でその後ホットチョコレート飲みたいねって言って、ミニオンのホットチョコレート飲みました。なんかカラフルなね、あのあれが乗っててポップコーンみたいな。でその後ミニオン乗りました。ミニオンのなんかやつ、ミニオンになろうっていうアトラクションがあって、え、ちょっと待って、これ、え、
8時過ぎちゃうな。いいかな。大河ドラマ私は見ないんですよ、もう録画してるから。じゃあ大河ドラマ見る方は見ていただいて、ちょっと配信しちゃおう。大河ドラマかぶっちゃうけど、ちょっと配信しちゃう。あーでもな、まあいいや。配信しちゃうね。大河ドラマ見る方はここでさようなら。私は録画してるので今度見ます。またね、大河ドラマの人たち、私も追いつくよ。はい、ということで、ちょっとだけ話させて。やっぱり大阪の話。そう、それでね、その後はまあいろいろフォトジェニックな場所だったので、いっぱい写真撮ってですね、そう、夜になってすごいいい感じだったんです。で、あ、そう、ミニオンのさ乗り物乗ったんですけど、ミニオンになって本当に君たちはミニオンだって言って、うわーって乗って、だからアトラクションはその2つしか乗れなかったけど、でも2つも乗れたからよかったなって。しかもその中2大巨頭じゃない、あの任天堂エリア、マリオのところ行きたかったけど、それはその人気すぎてダメだった。それはね、結構朝とかにもう予約しないといけないらしくて、私たちは飛行機が割と朝出発で、向こう着いたのお昼ぐらいだったので、ちょっと舐めてました。舐めてたというか、あの、なんて言うんだろう、自主的に舐めました。はい、そうです、そうそう。それで1日目は USJ で夜まで過ごして、あのでもホテルもね、波動っていうか、その先方さんっていうんですか、あの用意してくださっててね、その用意してくださったホテルに泊まるんですけど、そのビュッフェ、夜ご飯が食べれるってホテルで、でその時間が7時半とかだったかな、までに入らないと夜ご飯が食べれない。さすがに食べたいじゃないですか、そのホテルの用意していただいてるホテル。そうだから、その US、 その時間逆算して USJ をもう結構6時半ぐらいに出たんですよ。だけどなんかいろいろあって、そう、めっちゃギリギリになっちゃって、7時20分とかにホテル着いて、はっはっぐらいの、そしたらチェックインできなくて、なんかチェックインに手こずっちゃって、やばいやばいみたいになったんですけど、ギリギリ入れました、ビュッフェ。そうで、このビュッフェが本当に最高だった。もう最高。お腹パンパンになりました。お、やばいです。はい、本当にもうこれは、画像とかはインスタとかにちょっと早く載せます。もう絶対早く載せるけど、まず前菜みたいな、ビュッフェなんですけど、ビュッフェする前に、ビュッフェって合ってるよね、言い方、あのバイキングみたいなやつ、そうする前に前菜が出てきて、それがね、すごいね、これ見てほしい、後で見せますね。そうで、あー美味しそう、あのもう本当にビュッフェのレベルが半端じゃなくて、高級レストランでしたのビュッフェ、ステーキみたいな、その場で、そう、シェフがいてその場で焼いてくれるステーキもう食べ放題だし、もうよだれ出てきた。そう、もう本当に、でもなんか私の装い方が汚すぎて美味しそうに見えないんですけど、あと大阪ならではの串カツもあって、そう、しかもね、串カツってそのメニュー名がこうやって全部ね、名札で書いてあるんですけど、あの串カツって書いてあって、でソースのところにソースって書いてなくて、二度漬け禁止って書いてあるんですよ。なんかそれも粋だなって、
ソースって書かないで二度漬け禁止でもう伝わるよねっていう、なんかそのいい生きだ生きやん思いました。はあ、そう。で、あと肉水、肉水、肉水って大阪で有名らしいんですけど、なんだっけ、なんか由来が忘れちゃった。でもその肉うどんの上だけ、肉、その肉の部分だけのことを肉水っていうらしいんですけど、それもね、その場でシェフがこうよそってくれて、そう、シェフ優しかった。しかもシェフも優しい笑顔、最高でした。で、なんかスイーツもデザートもあって、それがたこ焼きの見た目した、なんだこれ、なんだろう、たこ焼きの見た目した、ケーキとか、そうで、ちゃんとたこ焼き器に入ってるんですよ。もう本当にすごいかったです。で、おもてなしもすごくて、そう、まあそう、本当にすごかったなんかお姫様かなって思うぐらい。そうなんですよ。あ、そうそう、お笑い芸人の方が肉うどんのうどん抜きを注文したのがいる。そうそう、言ってた言ってたね。で、まあ1日目はそんな感じで終了して、で、うん、ホテルの部屋もねすごくて、あやみんと1日ここにいれるねって言って、そう言いながら夜を過ごしました。その写真も載せます、今度絶対、もう早く載せます、すいませんね、全然載せてなくて。はあちゃん、お部屋様やで、やったあと浴衣でも写真撮ったよ浴衣も可愛かった。はい。で、1日目終了して、朝、あ、夜、あ、違う次の日2日目は朝からね、お風呂に、温泉に行きました。私はそう、朝風呂が好きなんですよ、そういう旅館のね。めっちゃ最高でした。なんかね、芝生みたいになってるんです、そのホテルが。庭、めちゃくちゃ広いお庭みたいになってて、で、朝、本当に早朝ですね、6時半とかに行こうとして、結局8時とかだったのかな、忘れちゃったけど、ちょっと早い朝にその外出て、外出てお風呂のところ、湯屋に行くんですけど、外出たらラジオ体操してる方々とか、そう言って、あとハンモックとかもあるんですよ。ハンモックじゃない、ゆりかごみたいなやつとかあったりとか、あと夜はそこで焚き火してる方もいたし、本当に素敵な空間なんですけど。そうなので、そこ通って朝の空気を感じながらね、そこに行って、そうで、 お風呂は露天風呂ではないんですけど、なんか多分吹き抜け、なんていうの、なんかね、これぐらいのね、窓が上にあって、そこ多分外と通じてるんだと思います。そう、雨の日どうするんだろうって思ったけど、でもめっちゃ寒かったから、お風呂の中が、多分そこが外と通じて半外みたいになってた。そうなってました。で、その後は朝食ビュッフェ、もうこれも最高でした。で、あやみんとその前の日の反省を生かして、で、今日は大阪観光もするし、さすがにビュッフェ、朝食ビュッフェは抑えようって、お腹いっぱいにならないようにしようって言ったんですけど、もうお腹パンパンになりました全部美味しいんだもん、本当に最高。そのしかも朝食、洋食も和食もあって、全部どっちも食べちゃった。あー、幸せだったな本当に美味しかったです。タコ飯
あったりとか、生ハムもあって私の大好きなね。あと一番美味しかったのがミニクロワッサン。パンってよくあるじゃないですか、朝食ブッフェで。だけどパン、こう丸々パンだともうそれでさ終わっちゃうからさっていう配慮なのか分かんないけど、パンが全部ちっちゃいの。塩パンとかクロワッサンとかメロンパンもこんぐらいのちっちゃいので、いろいろ食べれるようにっていう多分配慮なんですけど、全部美味しくて。そうで、その朝もねシェフがいましたね。朝のシェフは何してたんだっけ、ちょっと忘れちゃった。あれ、朝のシェフはね、ちょっとそうだから朝ちょっと抑えたんですよ、やっぱり。あの全部、夜は全種類取ったんですけど朝は抑えようって思ったのでシェフの元に行かなかったんですよね。何、あでもきつねうどんみたいなだったかも。そうきつねうどんみたいな食べて、あ食べてシェフ作ってた。朝のシェフにはちょっと行かなかった。で、あとコーヒーとか紅茶とかもそのドリップする機械があって、そこも飲み放題で、でしかもカップに入れてお部屋に持って帰れるみたいな、最高じゃないかって思って、そうコーヒーをいただいてお部屋でゆっくり飲みながら、そうでテレビつけてねお部屋で、その後でちょうどねデイデイがやってまして、でちょうどトムさんが出てたのでデイデイを 見ながら、いやそれはこっちでしょうとか言って言ってました。私はあのなんかなんだっけ、何なんとかについてるじゃん、なんか討論、あ子育てだ、子育ての話題やってたので、いやいやいやみたいな俺はこうだよってテレビにね言いながらメイクしたりして、そう最高の朝でした。そうでその後、まあ準備して、本当は早朝に出て大阪観光たっぷりするつもりだったんですけど、もうその部屋が居心地良すぎてチェックアウトギリギリになっちゃって、え待ってやばいやばいやばいチェックアウトの時間じゃんってなって、ギリギリにチェックアウトして、でその後チェックアウトした後もちょっとあの写真だけ撮っていいですかって言って、チェックアウトは一応してるので、その後その1階の施設の写真をねいっぱいあのあやみんと撮りました。その時の写真も載せます。そういっぱい撮って、でよかったねって言ってね、その後まず大阪城に、なんかその前日にどういうルートで行くかあやみんと決めてて、で大阪城が一番遠いところだったので、遠いところからこう攻めていこうってんで大阪城にそう行きました。そしてもうびっくり仰天、おおね、でちょっと言葉悪いけどでかすぎる、あの何あれ、もうびっくりした。人生であんな大きなものに出会ったことない。ってなんか衝撃的だった。なんだろう、あんな大きいものないです東京には。そうびっくりしたね、本当に日じゃない、もうこれは天下だわって思って、そうで歩いても歩いてもさ大きいからさ、そうびっくりして、そう中も入ってね、あやみんさん興味ないかなって思って、大阪城とかだから別に仲いいよみたいな言ったんだけど、私も気になるから行こうよって言ってくれて、そうで入りました。そう中はね博物館っていうかみたいになってて、展示室みたいになってて、わーって見て、そうです、あと大阪城ホールとかあって、いや攻める気にならない、もうねあのお堀、水堀と空堀、ほんそのもう大きすぎる、その堀もでもうお無理あもう無理ですってなりますね、あれは、ちっぽけすぎる自分が。そう
すごかったな。風が強くて、そうで雨がね一瞬降ったんですけど、雨雲レーダーによると5分後に止むっていうことで、ちょっと雨宿りして進んだりして、そうすごかった。中もすごい楽しくてね。これはいっぱいいい写真がいっぱいです。あとあれも見れたの、なんかねでっかい一つのでっかい石垣の中にでっかい石があるんですけど、いろんな何箇所かに、でそうそれのなんだっけ、なんて言うんだっけ、何石だっけ、忘れちゃった、正面石みたいな、あの正門のあの真ん前にポンってでっかいある石、もう威厳を見せるためにあるんですよ、その人間の何倍もある。その石も見れないかなと思ってたけど、たまたま見れて、あっって言って、ちょっと写真撮ってって、そう、なんて言うんだっけ、鏡石だ、鏡石、そう、そのお城の城主の権力を示すために置かれた大きな石、鏡石だ。おう、そうそう、だからそう、でもね、ま、やであのお城って思ったより時間かかるんですよね、その回るのに。だからその行けなかったところもあるし、でその大阪城で思ったより時間取ったのとか、あとチェック、あのホテル出るの遅かったのもあって、結構もうそこで時間いっぱい取っちゃって、でその後いろいろね行きたかったところ何個かあったんですけど、ちょっと省いて、もうじゃあ道頓堀だけちょっと行こうってなって、そうでそこで551とか陸路おじさんとか買って、で道頓堀急いで行って、であやみんがグリコの見たことないって言うから、グリコグリコって言って、あグリコはい写真撮ったオッケーみたいな。でもうあの飛行機の時間があるので、飛行機の時間まであと30分とか20分しかないよ、たこ焼き食べてないじゃんって言って、たこ焼きたこ焼き、めっちゃたこ焼き探して、そうでね、なんかすごい並んでるたこ焼き屋さんがあったんですよ。でなんかチェーン店、そのよく東京とかでも見るたこ焼き屋さんはちょっとやだよねって、まあいつでも食べれるしってなったので、なんか聞いたことないお店に入りたいっていうことで、そう探したんですけど、すごい行列してるとこがあって、あどうしようって、そうでもねちょうどいいめっちゃ急いで早口になっちゃう、ちょうどいいとこがあったのでそこに入って、そうたこ焼きだけ買って、はい食べながら空港行くよみたいな、空港そうもう食べながらね、あー最高って言いながら空港に向かって、そうで空港に急いで向かって、まあ余裕持って時間設定してたんですけど、で空港着きそうぐらいの時に、なんか飛行機が遅れてるらしいみたいな、でそう飛行機がなんと2時間遅れて、そうなんです、だから空港に2時間弱2時間半ぐらいずっといましたそうなの、だったらもっと道頓堀痛かったねって言って、そう初めての経験だったけど、でも楽しかった空港 でちょうど私はあの大阪限定のスターバックスのフラペチーノ、なんか抹茶のフラペチーノがちょうどその日まで、でそう絶対それを飲みたいと思ってたので、まずそれをスターバックス買って、そうであの椅子にロビーみたいなところの椅子に座ってのんびりしましたそうそうなの、うーんねえ、そう途中で気づいちゃう、もう帰るよって時に気づいたから、
帰りの飛行機も盾だった。なんで何の配慮なん、なんかでも盾だった、そう、しかもお互い隣の席空いてたのに盾だった。なんだろうね。そう、そんな感じで概要でした。めっちゃ楽しかったです。最高でした。今まで大阪ってその握手会とかでは行ったことあったり、あとお友達と行ったこともあったんですけど、大阪京都っていう予定で結構京都メインみたいな感じで、大阪ちょっと行ってすぐ京都みたいな感じだったので、初めてこんなに大阪を満喫できてすごい。でも、もう全然行き足りなかったけど、でも楽しかった、もう本当に楽しかったね。なんだろう、これで1年生きていけるぐらい楽しかった。なんか雨が1年持つ雨ぐらい楽しかったなっていうの。そう、楽しかったよ。景色を堪能してください。いやでもね、真ん中の席だった、あの3人席の真ん中の席だったよね。でもなんかそこの席が空いてたのかな、ちょうどかなってちょっと思いました。全然でもいいんですけど、もうだって行かせていただいてるので本当にありがたいっていう楽しいお話でした。はい、いろいろね楽しかったんで、もうずっと喋れるんですけど、あとは画像とともにインスタグラムかなとかメールとか載せたいと思います。写真選ぶのが難しい、いい良すぎて全部。食べ物が美味しかった。大阪に住んでるから大阪の良さに気がつかないかも。大阪住みたいって思いました。うん、大阪最高だよ。最高です。エスカレーター右だしね。ということで、そんな感じで終わりにしたいと思います。長い配信付き合ってくれてありがとうございました。いつもインスタの投稿見てます、嬉しい、ありがとう。はい、あとこの大阪旅行はあやみんの波動旅行で連れてってもらったので、私の波動旅行がもう一個残ってるので、それも楽しみにしたいと思います。そう、実はでもね、そっちの日程がもうね決まったんですよ。まだ先なんですけど、そう、場所もねまだわかんないんですけど、日程だけ決まりました。うん、なので楽しみです。はい、次の波動も頑張ります。デイワンがねもうすぐありますよね。私はデイワンまでないけど全力で応援する。はい、ありがとう。ということで、じゃあランキングを読んで終わりにしたいと思います。それでは第13位の方から、ルディエッカさんありがとうございます。下町のカッスーさんありがとうございます。せんやさんありがとうございます。マイケルジョーダンさんありがとうございます。パチジャンさんありがとうございます。ヤマさんありがとうございます。ポニーテール最高さんありがとうございます。おりんごさんありがとうございます。よしのりさんありがとうございます。ありちゃんありがとうございます。バタヤンさんありがとうございます。やまちゃんさんありがとうございます。第1位はスピーナさんありがとうございます。イエーイ。ではありがとうございました。楽しかった、本当に最高です、皆さん。じゃあまた会いましょうね。明日と明後日は公演があります。楽しむぞ。あ、そう。じゃあまた会いましょう。あなたの視線と私の視線をクロース。はい、
ありがとうございました。バイバーイ。あはーちゃんこと黒沙るかでした。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。だねー。